車場を利用しましょう。次は高田馬場3丁目でございます。
内にお住まいで満70歳を迎えられた方は、次はグランド坂下、グランド坂下、不動産のことなら平山商事へ。賃貸、売買、管理までお任せください。創業53年を迎えた平山商事前でございます。頑固な肩こり、腰痛にオーダーメイドの施術を行います。急遽早稲田整骨院がこちらでお降りください。都電荒川線ご利用の方はお乗り換えです。都バス、都電、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーを別々の定期券でご利用のお客様は連絡定期券の場合割引になります。どうぞご利用ください。次はグランド坂下でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。
ます。このバスは春日駅前経由上野公園行きでございます。次は石切橋でございます。文京町を福祉センターへお行きの方は、こちらが停止です。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は大変危険です。つまずいたり、ドアに挟まれたり、思わぬ事故につながりますので、おやめください。次は、石切橋でございます。
川港へおいでの方はこちらです。都営地下鉄大江戸線、北線、地下鉄丸の内線、南北線ご利用の方はお乗り換えです。次は桂駅前でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。
りください。このバスは上野公園循環御滝橋車庫行きでございます。上野公園から先、御滝橋車庫方向へは引き続きご乗車いただけますのでご利用ください。次は上野公園、上野公園、うなぎ割烹、伊豆へ本線、篠のばし停前でございます。
又野坂上でございます。次止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。次は大曲り、
大曲でございます。お客様にお知らせいたします。都内にお住まいで満70歳を迎えられた方は、都内の路線バス、都電、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーをご利用できる東京都シルバーパスを購入することができます。詳しいことは都営交通お客様センター、電話03-3814-5700、または東京バス長官までお問い合わせください。次は大曲でございます。
急と早稲田渓谷院はこちらでお降りください。都電荒川線ご利用の方はお乗り換えです。次は早稲田でございます。Thank you.
連絡くださるようお願いいたします。 JR 線、地下鉄東西線、西武新宿線ご利用の方はお乗り